マーシーはアメリカ海軍の病院船、マーシー級病院船のネームシップ。その名を持つ艦としては3隻目である。ジュネーブ協定に従いマーシー及びその乗員は下記を運搬しない。本艦への攻撃は戦争犯罪とみなされる。戦型は高くされた全艦艦、ランマ軸、球場選手、前方ブリッジを備えた、拡張艦艦室及び航空管制システムを備えた。 ヘリコプターデッキを装備している。1976年、カリフォルニア州サンディエゴのナショナルスティールシップビルディングカンパニーによって、当初、石油タンカー、ワースとして建造された。その後、同船は、海軍が取得、1984年7月に解消、病院船へ改造され、1985年7月20日に、浸水し、 1986年11月8日に収役した。マーシーの主な任務は、アメリカ軍の陸上展開部隊、上陸作戦部隊を迅速かつ柔軟に支援し、傷病兵に対する医療支援を主なうことである。また、平時においては、アメリカの政府系機関からの要請に基づき災害、被災者や人道支援対象者に対して、医療支援を行う。 1987年2月27日、フィリピンと南太平洋に向けて演習及び人道支援の公開を開始。スタッフはアメリカ海軍、陸軍、空軍の現役及び予備役兵が含まれた。フィリピンの7つの港、南太平洋の7つの港で6万2千以上の外来患者及びおよそ1000人の入院患者が治療を受けた。 1987年7月13日、カリフォルニア州オークランドに帰還した。1990年8月9日、オペレーションデザートシールドに参加。8月15日に出港。9月15日にペルシャ湾に到着する。以降6ヶ月間にわたって、他国籍軍に対して医療支援を行い690名の患者を受け入れ、300件にも及ぶ手術を実施した。 21名のアメリカ兵及び2名のイタリア兵の捕虜の治療を行った後、1991年3月16日にペルシャ湾を出港、4月23日にオークランドに帰還する。カリフォルニア州サンディエゴを母校とし、平時は縮小された人員で運用される。同館の乗員の残りは、サンディエゴの海軍医療センターで勤務している。 スマトラ島沖地震の救援任務から寄港したマーシー2005年1月5日にスマトラ島沖地震で生じた津波被害者支援のためアメリカ軍が行ったユニファイドアシスタンス作戦の一部としてサンディエゴを出港した2006年以降数年に一度米海軍のパシフィックパートナーシップ活動による数ヶ月に及ぶ航海を行っており南太平洋 東南アジア諸国やミクロネシアの島々における人道的医療、歯科、エンジニアリング支援を提供しながら地域の軍、政府、災害救援活動中の人道支援団体の相互、運用性を向上させる活動を行っている。2018年6月10日、横須賀に寄港。災害発生時、医療拠点として船舶の活用を検討している日本政府が承知したもので、 14日に海上自衛隊の自衛艦隊司令部、潜水医学実験会、潜水艦救難艦、千代田、米海軍の第7艦隊司令部なども参加した日米衛生共同訓練を実施した。16日には東京、大井ふ頭で一般見学会と報道陣への公開が行われた。2020年、アメリカ国内で新型コロナウイルスの感染が拡大したことを受け、 同年3月27日までに、ロサンゼルスに到着。新型肺炎患者のためのベッドを確保するために、肺炎以外の治療を受けている患者の移転、療養先として使われた。患者容量、集中治療病床、80床回復病床、20床、中間ケア病床、280床軽症病床、120床、限定ケア病床、500床手術室、 12前、患者容量、鮮明部門や設備、負傷者受付放射線サービスメイン及びサテライトラボ、中央滅菌室医療用電源、薬局理学療法と、やけどケア集中治療室歯科サービス視力測定、レンズラボ遺体アンチショランドリー酸素生成装置。ありがとうございます。